林教授、中城城とシーサーの関係について解説をお願いいたします。はい、中城城とシーサーの関係はですね、割と最近なんですね。中城が使ったインスタグラムのアカウントにシーサーがフォローして、そこから関係が生まれて、うまくYouTube とかコラボ動画出してるんで。そういう関係だったんですね。はい、はい、そういう関係ですね。はい、SNS 上でつながる新しい関係性っていうのが大体中城とシーサーですね。なるほど。本日はこの中城城跡にわざわざロケに来ているわけですが、SNS 上でのつながりだったということなんですね。はい、そうですね。はい、最近の SNS の一番のコラボとしての代表なのが、その中城とシーサー、そしてハブと、泡盛でございます。ハブと泡盛というのは結構昔からのタッグのように感じていましたが、そうでもないんでしょうか。そうでもないですね。シーサーよりもあとですね、去年の2月ぐらいですかね。はい、先生、本日は貴重な話、誠にありがとうございました。ありがとうございました。